今週もお疲れ様。せーの、カピコヤラジオ。どうもカピです。小焼けです。はい、はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、今日はですね、ちょっと、はい、特別なイベントがあるんですけれども、その前に一通普通オタが届いてますので、はい、そちらを読ませていただきたいと思います。はい、ラジオネームスッタニーさんスッタニーさん、おなじみのスッタニーさん、いつもありがとうございます。はい、カッピーさん、小焼さん、りんちゃんさん、こんにちは。こんにちは。先日の配信、はい、こんにちは。先日の配信でカーマは気まぐれという織田裕二や山崎邦正がカバーしたことでも有名な80年代洋楽のお話をされていたので、僕もおすすめの日本人がカバーした80年代洋楽を紹介したいと思います。お、はい、僕が好きなのは小林麻美や布施明やデーモン小暮のカバーでも有名なガゼボの I like ショパンです。うちにあるレコードのジャケットに写っているガゼボは濃い顔のイタリア人青年ですが、現在の映像は濃い顔のイタリア人 G でした。非常に有名な曲なのできっと聞いたことがあるかと思うのですが、アナログレコードで聞くとなかなか芯のある歌声で心地よいですよ、というお便りをいただきました。ありがとうございます。はい、先々週の配信かな、はい、はいはいはい、で私が、カーマは気まぐれっていう曲に出会って、すごいレコードで聴いてみたいと思ったってお話をしたんですけど、はいはい、あの織田裕二さんとかカバーしてたんですね。知ってました？知りませんでした。もう私も知らなかった。はい、そうなんだ。はい、ということで、カバー、日本人がカバーした80年代洋楽っていうくくりで、はいね、おすすめを教えてくださいました。ありがとうございます。早速ね、80年代洋楽を教えてのコーナーができそうなんですけど、はい、このガゼボの I like ショパン、カッピーさん聞いたことあります？あ、聞いたことありませんでした。聞いたら、あ、知らなかったって思いました。ね、うん、そう、私も知らなかった。あのスッタニさんのメール読んでから確認したんですけど、はい、知らなかった。でもなんかあの前奏からなんかすごくグッとくるものがありましたね。さすがですね。小焼けの感性。あ、小焼けの感性かな。なんかこうあのやっぱショパン、I like ショパンっていうだけあってね、ピアノの音とかも入ったりして、うんうんうん、すごくこうなんていうか、お酒を飲みながらうっとりとこう聞き込みたいっていう感じがしたんですけど、はいはいはい、なんかこう年を重ねれば重ねるほどこう染み渡りそうな情緒ある。そうですね、曲っていう感じがしましたね。はい、はいはい、なんかもうぜひレコードで聴いてみたい。はあ、スッタニさん、なんかこの感じだといっぱい持ってそう、レコードね。あの素敵ね、素敵ね、いいですね。なんかスッタニさんお会いしたことないけど、あの、うん、勝手な印象でこう、うんうん、レコードとかあの似合いそうだよね。似合いそう、勝手なイメージだけど、うん、勝手なイメージだけど、うん、そしてなんかそれをね、やっぱり聴いてる息子さんどんどんこう、ああ、ね、素敵な成長を遂げられてるんで、ね、本当に、うん、やっぱそう、五感をこう鍛えるっていうかね、なんか、うんうんうん、教育にもいいのかもね。そうだね子育てにもやっぱうちも買おうかな、レコードプレイ。ぜひぜひね、まあ、とりあえずカッピーのうちで聞かせてもらうために私は、はい、ぜひいらしてください。カッピーのご帰宅を待ってますので、はい、はい、わかります。もうちょっとしたら、はい、ということで、はい、スッタニさんありがとうございました。ありがとうございます。またね、なんかあったらぜひ教えてください。はい、とても、あの参考になります。はい、スッタニさんの感性信じてますので、私。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、本日9月30日ですよ、このラジオ配信日。はい。はい。9月30日は何の日ですか？カッピーのバースデーです。カッピーバースデーってことで。なんか、テンション低くないですか？お誕生日。まさにね。サタデーなのに、お疲れサタデーなもんで、すいませんね。あ、収録日がね、今サタデーでね、ちょっとさっきまでお仕事されてた。あ、そう、はい、そうなんです。はい、あのね、あのこれからテンション上がることしていきますから、はい、どんどん。朝苦手なんで、はい、私すいません、今日早起きだったんで。あ、そういうことですよね。はい、そんないろんな事情もある中でね、はい、カッピーバースデーというワードを出してくれましたけれども、はいはい、ありがとうございます。はい、ですね、はい、カッピーさんお誕生日ということで、今日はお誕生日会をしたいと思います。やったー、イエーイ、バチバチバチ。小焼けのテンションがフルスロットル、うん、ありがとうございます。今日ね、なんかすごい元気。はい、本当にびっくりするぐらい元気。あ、すいません、先週はねちょっと疲れてたけど、今週はなんかすごい元気。すごい元気、はい、よかった、はい、うん、ありがとうございます、おかげさまでね、はい
ということで、せっかくカッピーの誕生日ということでね、なんとね、ちょっとね、募集をかけたんですよ。あ、カッピー誕生日で、ありがとうございます。はいはい、そしたらね、送ってくださった方がやったいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうメール読ませていただきたいと思います。はい、はい、ラジオネームキャプポコさん、おカッピーお誕生日おめでとうございます。いちごが乗ったショートケーキと思いきや、中にミックスフルーツが入ったケーキとポコを送りますというお便りをいただきました。いやー、ありがとうございます。羨ましい。ミックスフルーツが入ったケーキとポコ、嬉しい。いいなカッピー、すごく嬉しいです。私もまだポコもらってないのに、いいな。小焼けの棒読みか、ね、ありがとうございます。いや、ね、違いますよ。これね、キャップさんのねラジオリスナーはね、はい、みんなね、うん、ポコポコが、ね、欲しいですか。はい、なるほど、すいませんでした。なんかポコを差し上げますって、これ、ね、素晴らしい、名言なんで、これ、はい、はい、すいませんでした。はい、いえ、キャップさんのねラジオがあるんですよ。以前もちょっとお話ししたんですけど、なんだっけ、ライブ配信の時かな、はい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 、ね、ポコドリーラジオ、はい、ポコポコドリーミーっていうね、はいはいはい、ね、本当に面白いんで、ちょっと、うん、おすすめです。スタンド FM で聞けるんですけど、はい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 、なんかね、毎回ね、ちょっと、うん、なんていうか、想像の斜め上を行くこう、はいはいはい、感じで、あ、はいはいはい、今度はこう来るんだみたいなのがね、結構本当に面白いんで、はい、はい、おすすめなんで、よかったら、はい、皆さんも聞いてください。まあ、はい、聞きます。のラジオ聞いてる人たちはみんな聞いてるかもしれないです、はい、諸葛孔明のラジオではないんだね。あ、諸葛孔明私ちょっと最近ポッドキャストでね、これでもめちゃめちゃ有名なんですよ。ポッドキャストで古典ラジオって、私調べたんですけど、うん、めちゃめちゃ有名だった。古典ラジオっていう、うん、歴史大好きな2人が、うん、歴史をあんま知らない1人にこう歴史の魅力を、うん、なんていうか、学校で教えてくれなかった歴史の魅力を伝えていくっていうラジオが、素敵な番組あるんですよ、うん、めっちゃいい。通なくあった、ごめんなさいね、今ね、すごい今毎日もう第1回からね止まらなくなっちゃって、ずっと聞き続けてるんですけど、うん、そうだよね、推しのダイアンの須田さんがテレビに出ているにもかかわらず諸葛孔明を聞いてたから、昨日びっくりしちゃったよ、カッピーは。須田どころじゃねえと思って。孔明が失礼。すいません、いや、そう、すいません、今ちょっと津田さん愛を持っていじりました。はい、津田さん大好きなんで頑張ってください。ドリゴイスね、スーを差し上げますよね、それこそね、スーをください、私にも。はい、差し上げちゃった、はい、すいませんね、はい、はいはいはい、すいません、はい、そんな、こんなんでね、ポコポコドリーミーと、はい、古典ラジオですね。こやけ飲んでも、やっぱね、歴史を学ぶと、なんていうか、価値観がね、どう変わってくるし、もう本当視野が広がってきて、うん、いろんなね、ものの見方が変わりますね。なるほど。私はそれを、ね、痛感しております、ここ数日で、すでにすごい饒舌になってる、はい、あ、なるほどね。やっぱね、ダメだ、うん、歴史を学ばなきゃダメだって思いました。私もともと日本史は好きなんですよ、結構。あ、好きそうだもん、なんか、まあ、偏ってるんですけど、私幕末好きなんで、うん、幕末、うわな、うわとか言わんといて。なんかすごいリアルな、うわ、すいませんね、歴女みたいな感じの匂いするもん。そこまでじゃないんですよ、そこまでじゃないんですけど、うん、本当に結構ね、一時マジで結構ずっと考えてた時ありました、幕末のこと、うん、そんなことない。なんか高校、私これ一個自分でもびっくりしたことがあるんだけど、うん、高校時代に英語の授業を受けてて、うん、私よく英語の授業は意識が飛んでたんですよ。興味なくて。で、こっくりこっくりよくしてたんですよね、うんうんうん、で、そうするとその文字、ノート書いててもだんだんこうミミズみたいな文字になってくる。あ、はいはい、なりますね、あるあるじゃないですか、わ、はいはい、かります、ですごく。気づいたらチャイムが鳴ってて、うん、はってノート見たらもうふにゃふにゃみたいな、うん、でずっとこう英語が書いてある中でだんだんふにゃふにゃになってて、一番最後にほんと小さく弱々しく長州って書いてあった時があって、私も多分長州藩のことずっと考えすぎて、力じゃないんだ、長州って書いちゃったんですよ。長州力じゃない、長州藩のことがすごい好きだったんですよ、その時、長州藩が、その時に考えてたからってことね、多分夢で見てて、長州藩のことを、ね、英語の授業なのに考えすぎて、英語の授業なのに最後に長州って書いて、そうそうそう、あれは本当になんかもうすごい、うん、すごいびっくりしましたね、自分でも。こんなに私はもう長州藩でいっぱいなんだなと、さすが小焼けさんですよ、はい、本当に、はい、そんなこともありました、うん、はい、
さすがです。すいませんね、すごいお話が飛んじゃいましたけど、いい、実はなんとですね、あ、はい、キャップさんありがとうございました。キャップボコさんありがとうございました、はい、思い出したかのように、はい、もう一つなんとバースデーメールをいただいてるんです。やったー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。では読ませていただきます。はい、はい、ラジオネームポテトさん、ありがとうございます、はい、カッピーバースデー、いきなりね、カッピーバースデーやったでこのカッピーバースデーってワード、さっきカッピー言っちゃったけどさ、言っちゃった、私ポテトさんがこれ送ってきた時に、さすがポテトさんセンスいいと思って、それをもう言おうと思ってたのに、うん、言っちゃったよこいつと言ってもうた、言ってもうた、せっかくポテトさんの手柄だったのに、ごめんなさい、持ってくやんと、思思考回路が一緒だった、ごめんなさい思考回路がね、あ、そうね、いいことですね、思考回路が一緒の方、はい、ありがとうございます、はい、カッピーバースデーおめでとうございます。カッピーの声を聞くと疲れが癒されて元気が出て週末を迎えることができます。これからもハッシュタグカピコヤラジオでこそこそとツイートして応援していきます。生まれてきてくれてありがとうございます。いや嬉しい、いや羨ましい、こんなお便りもらっちゃって、嬉しい、めっちゃいいこと書いてあるじゃないですか。めちゃめちゃ嬉しいです、ね、めちゃめちゃありがたいですね。ありがたいですもん、本当にありがたい、ありがたい、もうね、ツイートも本当にありがとうございます。なんか大変な時は本当に無理なさらしなくてそんなこと言うのはですけど、はい、本当いつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。はい、もう本当に感謝、はい、感謝ですもん。カッピーさん、そうですよ。カッピーさんね、お疲れてる、はい、疲れてる場合じゃないですよ。本当ですね。こうやって言ってくれる方々がいるんでね、うん、ちょっと疲れをちゃんと癒していきましょう。元気出して。ポコもらったんで。はい、あ、ポコもらったしね。そう。てかその前にさ、あのキャプポコさんさ、うん、あのショートケーキと見せかけてみたいな、ね、フルーツポコに持ってかれちゃった、全部持ってかれちゃった、ここにちょっとそういうなんか一言も入ってたんで、いちごが乗ったショートケーキより中にミックスフルーツが入ったケーキの方が嬉しかったりします？うん、うん、するする、あのする、ね、フルーツ入ってると嬉しくなっちゃうタイプだよね、うん、なんか私たちあんま生クリーム好きじゃないじゃん。私好きよ生クリーム。カッピー生クリーム好きなの？うん、好き好き。あ、カスタードよりね、生クリーム派、うん、あ、どうでもいいと思うけど、キャップさんが参考にしてくれてるよ今多分そっか、生クリーム好きなんですよ。そうか、私あんま生クリーム好きじゃないから。あ、そうなんだ、うん、生クリーム率が少ない方が嬉しいから。あ、そうなの、フルーツどっさりの方がいい。あ、マジ、そうなんだ、うん、だそうですよ皆さん、うん私ね、お誕生日2月2日そうだね、言っとこう、まあ、去年ねお祝いしたから、うん、あ、そうね、たくさんのつまみが送られてくるかもしれない私ケーキよりそっちの方が嬉しい、そうリアルに生クリームより永遠だから、うん、あ、エイリーは私が好きなんだけど、エイリーはカッピーが好きなのもう どうでもいい、もう脱線しまくり、はい、すいません、せっかくこんなポテトさんのね、素敵な、ね、本当にありがとうございます、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます。ポテトさんこそ生まれてきてくれてありがとうございます、本当にありがとうございます、本当に土下座ありがとうございます、土下座ありがとうございます長州藩だからね、はい、はい、長州藩だからとか適当な、はい、ということでですね、はい、カッピーさんね、あの2人の方から素敵なメッセージも届きましたけれども、嬉しい、はい、はい、30歳ですよ、はい、ということでね、はい、あの私小池からもなんかちょっと言葉欲しいなみたいなありますよね、やっぱいや別にどうせ欲しがってんだろどうせすごい今日テンション高いな小池さんどうせ欲しがってんだろっていう、まあ、昨日新ラーメン食べてくれたしね、私のためにちゃんとね、夜にね、しかも寝る前にね、そうすごいいろんなリスクを抱えながらね、カッピーが元気出るように私は辛ラーメンを食べてあげたって、ただの、はい、食べたいだけっていうね、うん、なんかすごい疲れてたから、じゃあ私が代わりに辛ラーメン食べてあげるねって言って何の代わりよもう本当にね、ね、うん、太っちゃうしね、あれ多いし、ね、本当に辛かったよ私は、でも頑張って食べたんで ね最近我慢してたもんね、てくださいよ、それだけ私が食べろって言っても、あ、そうだよそうだよ、結構ねカッピーしんどそうだったからさ、ここは人肌でやるかと、いや何の頼んでない
頼まれてない。はい、じゃあ、はい、今からはちょっと、ちゃんと、ちょっと、もう聞かれて。はい。カッピーにね、私、お便り、はい、お便りじゃない、お手紙を書いてきました。なんと。あ、嬉しい、泣いちゃう。でしょ？ハンカチ用意してくださいね、ちゃんと。はい。じゃあちょっとね、BGM にね、キロロの、あの、ベストフレンドあたりを見ていただいて、ちょっと泣ける演出にしといてくださいよ。はい、石野カナじゃないんだ。石野カナじゃない。すいませんね。はい、いいです。テラ、西野カナ世代かと思った。はい、いいと思う。すごいいいと思う。チラさん好きだったし。西野カナちゃん、かわいいですよ。はい、はい、かわいいですよ、西野カナもね。はい、ねはい、じゃあ、急に見ますよ、ちょっと。はい、ちょっと。あのしんみりしといてくださいよ今からはいしんみり、はい、いきます、はい、いきますとか言ってカッピーへ30歳の誕生日おめでとう、はい、私たちが出会ったのは18の時だから時が流れるのは本当に早いねカッピーがすっぴんで寝癖をつけて学校に来ていたあの日々をつい昨日のことのように思い出しますやめなさい学生時代のカッピーは学業に対しては真面目な印象があったけどいつもどこか力が抜けていて気をつけないと力みすぎてしまう私はカッピーの力の抜けた話し方でふっと笑わせてくれるあの瞬間には随分救われたものでしたそしていつもこの人こんなだけど絶対どっか大物よなと漠然に思ったりもしていましたなのでカッピーが安定したいい職場に就職して穏やかに過ごしていた数年後のある日私やっぱ生田斗真に会いたいから東京行くわとあっさり仕事を辞めて地元を去っていった時は驚きつつもやっぱ大物やったとどこかで納得していましたでもこんな30間近になって私おいおいは地元でお花屋さんになろうかなといった時はさすがに椅子から落ちそうになりましたカッピーお花好きだったの?と聞いて、いや全然と答えた時にはついに椅子から落ちました。いや持ってるから。カッピーは座っとたぞ。そうそう。よく覚えてるそこまで。盛りすぎ。変なつもりで入ってる、はい、カッピーはよく私のこと変わってるって言うけど私はずっと絶対カッピーの方が変わってると心の底から思っていますそして私より全然ロックな女だと思っています30歳もカッピーらしくロックに突き進んでください、はい、ありがとうございます普通普通な私はそんなロックンローラーカッピーの一ファンとして今後も応援しています小焼より、はい、ありがとうございます、はい、小焼さんもう逆に笑い泣きしそうなぐらい笑ったわちょっと待ってソファーがまさか出てくると思うなんかそのソファー座ってた光景が自分なりになんかすごいなんかもう浮かんじゃってめっちゃちょっとごめんなさいいや座ってた花屋の話した時あなたしっかり座ってたからこのそういえばおったわと思ってちょっと落ちてないいやなんかねその時って電話で喋ってたっけとか思ってたから、うん、なんかいけると思っちゃってたのね勝手に、うん、あ一緒にいたっけとか思って、うん、一緒にいた気がするいやそんなね、うん、なんか具体的なツッコミが入ると思わなくてちょっと笑っちゃいましたすいませんはい想像の何倍も持ってたからびっくりしちゃってついに椅子から落ちましたって言われた時はもうツッコまざるを得ないよ、ね、新婚さんいらっしゃいみたいなねああいう感じで転がりましたよね。例えがね。わかるけど、すごいわかるけど。すっごいわかるけどね。はい、もうそんな感じでね。はい。あの泣けるお手紙を書かせていただいたわけですけど。本当に笑い泣きできるお手紙ありがとうございました。はい。お腹痛いです本当に。さっきね先生とね風呂上がりにあの書きしたいつも終わってない。来ましたのでね、はい、ありがとうございます、はいはい、そうだね、空白の時間があったもんねうん、そうでしょ真剣に書いてたんだから、うん、あの時、ね、私がむしゃむしゃご飯食べてた間にそんな手紙をしたためてくれてたのね、うん、そうだよありがとう、 そうだよすごい嬉しいでしょうん、すごい嬉しい辛ラーメン食べてくれるよりね何百倍も嬉しい本当それ良かった。やったー。なんかまさかだったな。あんなディスクを折ったのに死んだのでね。それよりもね、お手紙の方がいいんですね。やっぱりお手紙っていいですね。ね、お手紙っていい。はい、本当に。お手紙っていいですよね。うん。時にはね、やっぱこうちょっとね、うん、皆さんも大切な誰かにお手紙を書いてみてはいかがでしょうかとかいう締めを
あのね、世の手紙でこの締めを使ってみる。急にどうした。はい、まあ、ということで、ちょっと、はい、あれですよ、今日グダグダですよ。ちょっと、はい、あの、まあ、いいか、バースデー、いつも特別会だもんね。うん、いつもだね。はい、はい、カッピーさん、そんな感じで、はい、心の底からね、30歳のね、はい、バースデーをね、はい、あの、一緒には過ごせなかったんですけども、はい、ちょっとお祝いしてますのでね。はい、ありがとうございます、はい、本当に。ここらでね、ちょっと、うん、あの30歳のね、抱負を抱負述べていただいてもよろしいですか、最後に。30歳の抱負ね、はい、まあ、考えといてくれたよね。ごめんなさい、全然考えてなかった。嘘でしょ、ちょっと考えといてくれて、2週間前に言ったのに。やべやべ、バレた。言ったのに、私ちょっと抱負よけ転げ落ちたせいにしようとしたのに。もう30歳のこのバースデーの会は私がほぼ全部考えてあげるから、うん、その抱負だけ考えといてって、カッピーは、うん、宿題出したよね、うん、あ、そうだっけ。しっかりした抱負が聞けると思ってますよ、私は今から。はい、任せろ抱負をドドン。うん、ごめん、お茶飲んじゃった。大物だから、しょうがない、大物だから、まあ、自分のペースで生きてるから、ね、20歳の終わりということで、はい、今の仕事にもまた区切りをつけまして、またね、新たな、はい、はい、カッピーの幕開けをですね、していきたいと思ってます。はい、はい、楽しみです。なんかざっくりとした抱負。それさっき私がお便りで結構読んだ内容だしなとかもちょっと思ったけど、まあまあ、はい、まあでもね、あの、仕事に区切りをつけるっていうのはね、まあ、カッピーさん大きく言うと2回目だとは思いますけれども、はい、やっぱ結構勇気のいることだと思いますので、はい、ありがとう、ね、そうやって言ってくれて、はい、応援してますよ、ありがとう。はい、頑張ってください、うん、頑張る、ね、良い30歳にしてください。はい、ありがとうございます、はい、次回は小焼けですね。はい、私ね、まだまだあの先なんでね、ちょっとまだまだ20代、ちょっと私だけまだ幼い感じなんですけど、でも笑っとるやん、ね。早く35歳になりたいんだもんね。35歳になりたい。そう、なかなかそんな人いない。安定してした精神でなんか毎日遅れそうな気がする。35歳になった。大丈夫、あんま変わってないんだよ。はい、いやいや、そんなことないですよ。はい、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 歴史学んでますから、私は今調子があるんだから、はい、あの、古典ラジオ聞きながら、ね、歴史学んでますんで、なんだったっけ、はい、やっぱ諸葛孔明の、ね、人生をね、知るとね、はい、やっぱ変わりますよ、価値観もね、うん、私はパリピ孔明を見てね、はい、楽しむわ、うん、何それ。アニメ。あ、そういうの。パリピ孔明っていうのがあるの。あ、そうなんだ、はい、はい、そう、はい、応援してください。ザクッとね、はい、はい、なんかふと思ったけどさ、キャリーパミュパミュってさ、私たちと同い年なんで、うん、知ってた、うん、知ってる知ってる、でさ、うん、私二十歳って歌ってたじゃん。あ、二十歳ですね。フリソデーション、なんか私味噌汁になるんだなって思った、キャリーも。急にそれ。ふとね、だいぶテイスト変わるよね。私味噌汁ってなんかちょっと、うん、ね、面白いと思って。味噌汁って歌わしてもらおうかな。味噌汁になってそのテンションなんだって感じがするよね。確かに、二十歳だから許されるものとやっぱちょっと、うん、まあ、味噌汁はね、関ジャニ∞の味噌汁少年って曲があるんでね、うん、あ、そうなんですね。はい、そうなんだ。ありがとう、聞いとくね、ちゃんと。絶対聞かんやろ。すごい楽しみ、今から。めっちゃ棒読み、聞きたいから、じゃあそろそろ終わろうかな。はい、はい、ということで、はい、今日はカッピー本当にお誕生日おめでとう。ありがとうございます。これからも健康で長生きしてください。はい、ありがとう。なんか言い方、はい、言い方がお年寄り。はい。大事だよ、健康で長生きって、まあね、本当にその通り。そうだよ、うん、若いからっつってね、長生きしてもね、元気じゃなかったら意味ないから、そうだ、ね、意味ないなってことはないけど、うん、やっぱちょっと大変だからさ、元気大事ね、うん、健康大事ですよ。元気があれば何でもできるだからね。はい、おい、はい、しゃくれてこうぜ。今しゃくれてたんだけど、ね、あ、ラジオだから伝わらないなと思って。そう、ね、しゃくれなでもかけられたとかの。そうだよね、しゃくれなって、しもうこれどんだけの人が今反応してるんだろう。しゃくれなってね、私たちの大好きな呪文の一つなんですけど、ね、はい。
はい、知る人ぞ知る、はいはい、ではエンディングに参りたいと思います。はい、エンディングです。、はい、このラジオではお便りを随時大募集しております。はい、各コーナー宛てでも結構ですし、普通歌、トークテーマ、感想、悩み事、何でも OK です。はい、いつでもねお待ちしてますので、はい、宛先は番組概要欄にある投稿フォーム、もしくはカピコヤラジオgmail.com のメールアドレスに送ってください。はい、はい、送っていただいた方にはね、ステッカーもね、お送りしますので、はい、ね、はい、住所とかね知られたくない人はいいんですけど、はい、もしね、ステッカー欲しいなっていう方がいたら、住所と、ご指名のご記入の方もお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、今日はカッピーおめでとう会でございました。ありがとうございました、本当に皆さん、おめでとう。またね、はい、また来週もね、はい、また何ね、まだ何も決めてないですけど、来週も元気に配信していきたいと思いますので、はい、よくなってね。はい、ではまた来週、おやすみなさーい。カッピーおめでとう。おやすみ。